皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日2021年9月17日は何の日だか皆様ご存知でございましょうか。9月17日、実は今日で僕がやっている歌イストというアコースティックユニットが5周年となりました。ありがとうございます。2016年の9月17日に橋本という場所で、まあ、初ライブをやってから僕たち歌イストですなんていう風に名乗ったので、その日を誕生日としてるんですけども、まあ5周年ありがとうございます。でそんな日に奇しくもババーン、もうツイッターの方で非常に噂になっているこちらソニーの新製品 ZV-E10 も発売ということで、まあ、ツイッター見るとね、皆さん届いたとすごい声が出てるんですけども、うちの歌イストカフェという店舗にもですね、無事に届きました。まあね、ちょっとこういう機材紹介も面白いかなと思って、今日はですね楽器ではなく単純にもう YouTuber っぽくですねこのカメラを、紹介していきたいと思います。アングルを変えてどんなものか見ていってみましょう。それではちょっこり開けていってみましょう。今このテープをベーッと剥がした状態なんですけども、まあこんな感じでございます。箱を開けると、まあ返品に関する案内と、納品書と、まあレンズのお試しサービスと、まあ保証とか、まあそんな感じでございますね。まあこんなのがあって、この紙をどけていくと、まあ本体があるのかな。あった、ててこちらでございますよ。ソニー ZV-E10、カメラ本体でございます。久々にカメラ買ったって感じですね。やっぱ新しいカメラってちょっとテンション上がりますよね。いい感じでございます。ちょっと開けてみましょう。まあ、説明書やら保証書やらサポートの保証のご案内とかがあって、まあ、これがその本体でございます。わーお、新品のカメラさ、イエーイ。わー、すごいな、こんなコンパクトなんだ、いいっすね。これが ZV-E10 本体でございます。まあ見てわかる通り、もう手のひらサイズといいますか、もうすんごい気軽に使える感じですよね。もちろんこの片手でね、すごい簡単に持てるようなもう軽い重量でございますし、まあ普段使いのカメラとしてはすげえ最高のサイズなんじゃねえかなと思います。で今回バリアングル、バッチリ搭載されておりますので、まあ、YouTuber の方とかね自撮りすると思うんですけども、簡単に自撮りができるよという感じです。で使うかどうかちょっとわかんないんですけど、こっち方向にはねぐるっと回るんだけども、逆方向には一切回らないみたいですね。まあ普段使う分にはですね、結構ぐるぐるっと、ぐりぐりっとこの簡単にこのモニターが動くので困ることないと思うんだけども、まあちょっとした時にね、あっっていう時はなんかありそうな感じはしますけども、まあこんな感じでバリアングルできるよという感じです。で ZV-1 の時もすごく噂になりましたけども、この動画開始ボタンですよ、ここにこのデカデカとあるのやっぱすごい嬉しいっすよね。今までこの α シリーズでさ、動画開始ボタンで、ね、ここなんすよ、これ、このちっこいボタンをポチって押すと動画が開始されたんだけども、これがね非常にね、まあやりやすい、操作しやすいとはちょっとまあ言いづらいですよね。押せてるかどうかわかんないし、すんごいちっちゃいし、でもその点ね、こっちに関してはその動画に特化したということで、もう動画ボタンがめちゃめちゃでかく、配置されていると。でボケボタンとかモード切り替えボタンとか電源ボタンとか、この電源個人的に嬉しいですね。結構こういう電源、これでこのオンオフなんですけども、こういう電源ってカバンの中とかで結構ね勝手に入っちゃったりとかしてて、使おうと思ったらオンになって電池がなくなったりとかしたことね過去に何回かあるんですよ。そういうこのね誤動作が何気にちょこちょこあるので、このスライドスイッチの、電源オンオフはですね個人的にすごく嬉しいなと思うところです。で全体的にダイヤルとかも減ったりとか、そのボタン類とか結構減ってるので、まあ、コスト下げるプラス、まあ、シンプルに徹して普段の使い勝手を良くしているというのがそんな感じの印象を受けますね。まあ、これがその本体でございます。でちょっくら付属品の方も見ていってみましょう。まず USB-C のこの給電ケーブルですね。でこちら、ソニーの純正ストラップ、そしてバッテリーはおなじみの NPFW50 でございますね。今これ使ってる、ソニーの α7II とか、あとさっきの α6000 とかと全く同じバッテリーなんで、この辺は個人的にすごくありがたいというか嬉しいところでございます。で今回標準でこのウィンドウジャマーがついていると、これ何気に、嬉しいですよね。まあ、これがついていることによって何が起こるかっていうと、ここがマイクなんですけれども、このマイクに風切り音とかが入るのを防ぐことができるんですよ。こんな感じで、まあ、サコッとはめると、まあ野外とかでね風が強い日とかでも快適に収録はできるよみたいな感じで、これ最初からついてくれてるのすごく嬉しいなと思います。で自分はあんまり使わないと思うんですけども、まあこの AC の、まあ、USB の充電器ですね、こんな感じでございます。それではちょっくらバッテリーを入れて動かしてみましょうか。これ大丈夫なのかな、最初からバッテリー入ってんのかな、充電しなくて大丈夫かな。蓋を閉めて
で上のこの電源ボタンですね、ポッとオンにすると、さあどうだ、うんともすんとも言わず、まあそりゃそうですよね、充電されてませんなんでちょっくら、充電されているバッテリーをちょっと持ってきましたので入れて、で蓋を閉めて電源を入れていきましょう。オン、どうでしょう。おー、エリア日付を設定してください。はい、東京です。サマータイムないです。日時9月の17日午前11時34分 OK 実行、入りました。で当然のことだから今レンズつけてないので、何も映りません。ちょっと電源を切ってちょっとこちらに行ってみましょう。こちらは標準レンズですね、16mm、50mm のパワーズームキットでございます。これをつけて電源を入れると動いた。でこれをパカッといくと、お、いいですね、いいですね、ギターが映っております。でズーム、おお、おお、いいじゃないですか、いいじゃないですか、こんな感じです。でちょっとこれなんか見てるだけなんとなく気づきません？なんか手ぶれ結構がっつりいってますよね。僕今手をちょっとこの小刻みに動かしてるんですけども、なんかここでモニターで見る感じでも全然ブレてないのが分かるというか、すごいな、手ブレ補正が結構ごっついかもしれませんね。お、瞳センサーがすげえバッチリ効いてますね。いやーこれはすげえな。手ブレもかなりがっつり効いてて、その瞳センサーというかそのオートフォーカスとかもかなり素早くいってますね。全然もう僕の目からこの視覚が離れない。結構横向いたりとかしててもがっつりついてきますね。すげえめっちゃついてくるじゃあちょっこらこれでいろいろ撮ってってみましょう。レッツトライはい、これが今 ZV-E10 の映像でございます。今このね、パタ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 と歩ってるんだけども、結構手ぶれがっつり効いてますよね。あんまりこのブレてないというか、だから普通に手持ちで何かこう動画を撮ったりとか、まあ撮影をしたりとかする分には全然何の問題もないんじゃないかなと思います。まあさすがにちょっとこの走るテンションでこのパタパタするとちょっとまあ厳しいところはあるかもしれないんですけども、まあ普通に手に持って普通に撮る分には全然何の問題もない感じがしますね。結構がっつり手ぶれが効いております。で今回実はズームレンズキットなので、まあズームしてみますと、ズーム、ちょっとモーター音が入っちゃうかもしれないですね。まあこんな感じです。でちょっとバリアングルにしてちょっと自分もほぼ向けてみるとこんな感じですね。一番引きの状態にして、まあ、手をバーッと伸ばしてカメラを構えると、まあ、こんな感じの、画角でございます。ズームすごい、僕の目からその視覚が全く離れない。すごい、ずっとこの瞳を追従してくれている。すげえなめちゃめちゃ追従している。でちょっと動画を撮る人あるあるなんだけども、あのねこれねすごく嬉しいのが、ちょっと鏡があって、鏡に見せるとすると、ここにその赤いランプがついてるんですよね。で画面の方もですね、この赤い枠がバーって出てるんですよ。これ何を表しているかっていうと、今動画撮影してるよっていうそういう証なんだけども、これね何気にねこの動画撮ってる側の人間としてね、その一人でそのやってる人間としてはねすっごく嬉しいんですよ。まあ今僕が使ってるその α7II とかね、そういうランプがついてないのですっごい気をつけてるから、僕は今のところ一回もやったことないんだけど、すっごい気をつけてるからやったことないんだけども、撮ってるつもりが撮れてない。これねマジでね悲惨なんすよね。でもそのそういうミスやったことないけども、でもねたまにねそのレッスン動画でこう喋ってるじゃないですか。でこう喋っててこうねあーってやってる時に、ふとこの映像撮れてなかったらどうしようってこう頭の中にこうファッと脳裏をよぎってしまって集中できなくなるっていう時はねたまにあるんですよ。これあの動画撮ったことある人ね結構あるあるだと思います。わかるっていう人結構いると思います。そういう不安がね一切ない、一切ない。これね精神的にね非常によろしいで人にフォーカスもさながらですね、ちょっとこの美肌センサーというかなというか、そういうこの加工とかもあると思うんで、まあ結構ねいい感じに撮れてるかと思います。まあこんな感じでございますわ。とりあえず今バッテリー入れて SD カード入れて何にも設定をせずにもうそのまんまで撮ってる絵でございます。結構すごいよね。もうパタパタ歩いてても全然快適に見れると思いますし、もうバーンバーンバーンっつってギターがいっぱいっつっても見てても、ちょっと切れちゃってるけども、ギターがいっぱいってなっても普通にこの快適に見れるかと思います。やったー、こんな感じの映像だぜ。 ZV-E10 どうでしょう私のお気に入りのワインベルデッキ用でございます。サウンドハウスの激安エレキドラム、
もう今は売っていない PDS250 でございます。歌イストのライブ DVD でございます。8月1日マホールザのライブ DVD でございます。賞味期限がベラボーに切れてるコーラでございます。しかも2本。私が今まで使っていた包丁スタンドでございます。新しいの買っちゃったからもういらないって思ったんだけども、結構いい値段したから捨てるの忍びないなと思って、この誰か欲しい人いないかなと思って置いてるんですけども、まあ誰も持ってってくれないっていうやつです。黒ひげです。チビケンガオガオです。これ結構びっくりするんだよね。よしよしよし。おおおおお、私がいつも使っているアルファ7-2でございます。今日はこんなアングルで頑張ってくれております。最近お気に入りのマイク、シュアの MV7 でございます。そしてこちらが先ほどもちらっと出てきたソニーのミラーレス α6000 というカメラでございます。もうこのミラーレスカメラはですね、思い入れがねめちゃめちゃあります。初めて買ったミラーレスなんですけどもね、すんごいいろんな写真撮ったし、いろんな動画撮ったし、もういろんなとこに持って行ったし、ぶつけたり落としたりとかもしたし、もうほんとねめちゃめちゃもう僕の青春と言っても過言じゃないぐらいね、もうこのカメラでいろんな勉強させてもらいました。いろんなレンズを買ってはね、とっかえひっかえして、あでもねこうでもねみたいな感じになって、 ISO とかね、被写体深度とか、なんかこの F 値がうんたらかんたらとか、もう全部もうこのカメラで学ばせてもらったっていうぐらい、もう本当にめちゃめちゃ思い入れのあるカメラです。5年前にその歌イストっていうユニットを始めるにあたって、やっぱりこの演奏動画とかアップロードするだろうから、やっぱりボケみがある映像が撮れないとダメだろうと思って、まあこの α6000 買ったんですよ。当時で5年前5万6万くらいしたと思います。ズームレンズキットで5万6万ぐらいで、もうそこからでもいろんな映像を撮って、いろんな演奏動画を撮って、もうめちゃめちゃもう青春でございますよ。でもね、今でもやっぱりこの6000のこのサイズ感、この軽さってさ、今でも重宝するんですよね。やっぱりこの遊びたい出先の時にさ、このなんか撮ったりとかするときに、こんなこの α7-2 みたいな、こういうでかいの持ってくるの結構しんどくて、カバンの中でもかさばるしね、その写真撮るときとかも結構でかい、重い、邪魔みたいな感じで、やっぱりこのサイズ感ってすごい重宝するんですよ。なんで今でも、まあ普段は使わないけれども、ちょっと出先でね、軽く撮りたい時とかって、この α6000 使ってたりとかしたんだけども、やっぱりこうね、過酷な使い方をしたせいか、このレンズの認識がすごい甘くなっちゃって、レンズつけてるんだけども、エラーでレンズついてませんよ、みたいな感じに出てきてしまうこと結構あったんです。で、まあね、違うレンズで試してみたりとかね、洗浄とかもしてみたんだけども、全然改善しなくて、まあこれは単純に故障だろうと。いうことで、まあちょっと引退かななんてことを思ってたわけなんですよ。でこの α6000 今でも何気に根強い人気があって、中古でね3万4万くらいするんですよね。でまあね3万4万くらいでまあねボディのみを買おうと思ってこういろいろ探したんだけれども、うんなんか高いなと思って、でその高いな、そんな今さらこんな昔のカメラに3万4万出すのもちょっとやだなとかって思ってたら、ソニーのね新製品 ZV-E10 がですね出るじゃないかということで、それでこのね ZV-E10 を買ったんです。だってさ3万4万出してさ、このボディのみのさ昔の6000買うだったらさ、全然だってこれ ZV-E10 ね合計66,385円っすよ。66,000円か、66,000円でこんな最新カメラ買えるんだったらこっちの方が全然いいよと思って、買ったって、まあそんな感じの、流れでございました。まあそんな感じですね、ちょっとまあ ZV-E10 いろんな話をさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ今からね、その Vlog 始めるとか YouTube 始めるとか、もしくはそのね、LINE とか Zoom とか、その通、オンライン通話とかの画質を改善したいとか、ウェブカメラとして使いたいという方いらっしゃったらですね、もうめちゃめちゃおすすめでございます。普通にこのカメラ6万は安くないけれども、もうね、6万円分ね、もうめちゃめちゃ役に立つと思います。なんでカメラ買おうかなとかね、ちょっとしたカメラ欲しい、初めてのカメラ欲しい、なんか YouTube 用、演奏動画用、なんかそんな感じですね、ちょっとこうね、奮発していいカメラ欲しいんだなっていう方いらっしゃったらですね、初めての1台目にめちゃめちゃおすすめ。で、もちろん僕みたいにね、このね、α7-2 とかこういうメインのカメラがあって、サブで使いたいという人もですね、すごくおすすめ。やっぱりこの手ぶれね、あって、こんなこの綺麗な映像で、こんな小型で、もうこんなに手軽に使えるカメラなかなかないですよ。そんな感じの、おすすめの1台っていう感じでした。ぜひ参考にしていただけたら幸いでございます。それでは今日はですね、こちら、ZV-E10 の紹介という動画でございました。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね僕はそろそろお昼ご飯を食べます